数センチの不信感が起きるのって静脈を刺しちゃって弱着な息が飛び出すもんでリスボール残響を気に変えてしまいました。飛び込んどうにかは好きですが国語かどのためで嫌いでした。正しいのかどれか悩んでやどれも不正解というオチでした。本日の宿題は個性や僕のこと家族内不自由ない最近に生きていて目戻して僕たちは時々いけない時間を知っているんだ寂しているんだ黒板のこの感じが読めますかあの子の心情は読めますかその心の奥の嘘目なのだ空番のこの刺激が解けますかあの子の首の輪も解けますか僕たちこの番までいいんですかだって僕たちは素材な才能に酔っていてどうしようもない外の強行と駆け回っていたのだ昨日の宿題は追い込まれ解けないや家族内不自由ない最近に生きていて戸惑して僕たちの胸元の塊は抱いているんだ抱いているんだ僕らのこの感じが読めますか個人情は読めますかでも心空番のこの刺激が解けますかあの子の首の輪も解けますか僕たちこの番までいいんですか全然君の腰に言えますか子供の子の胸は言えますかその胸すら道具に捨てたのはいつになら大人になれますかそもそも大人とは一体全体なんですか大人に伺えばいいんですか喧嘩しすぎそうな同じイスがあるガスレンジで隅のスポーラス固まる眉ピンピカのバークは気取りながら空番のこの刺激が解けますかあの子の首の輪も解けますか僕たちこの番までいいんですか戻すんだよ戻った